皆さんこんにちは。今回はこれからの季節にぴったりなカリブラコアとペチュニアを植え付けていきます。今の季節はホームセンターでたくさんカリブラコアとペチュニアが置いてありますよね。ブランド内だったりカインズではPW さんとコラボしたあふれ咲きペチュニアなどが売っていました。先日ご紹介した購入苗を植え付けていきます。サントリーフラワーズさんのミリオンベルプチホイップです。4月から10月まで楽しめるお花で、草丈は鉢のサイズにもよりますが15から30センチぐらいには大きくなるそうです。置き場所は半日以上直射日光が当たる屋外なので、うちの日差しの強いテラスにはぴったりですね。で、乾燥気味に育てるのがいいそうです。今回はこの6号から7号ぐらいの陶器鉢に植えていこうと思います。根元の黄色い葉っぱを取って葉っぱを押さえながらポットから出していきます。根っこはそこまで回ってないですね。しっかり生えています。少しほぐしておいて、ウォータースペースが取れるぐらいまで土を入れて仮置きしていきます。ちょうどこの鉢だと段差になっている部分まで土を入れていきたいと思います。あまり深めに植えてしまうと蒸れの原因になるので、ちょっと風通しが悪い場合は高めに植えていきます。ベランダとかテラスってフェンスがあるので風通しが悪いこともあって、うちではほとんど高植えにしています。結構高さが出る植物を高植えにしてしまうと風にあおられてふらついてしまって抜けちゃったりとかもするので、こんもりドーム状にまとまるようなお花や乾燥気味に育てた方がいいものは高植えにした方がいいそうです。根っこが乾燥するものを嫌うクレマチスとかは深植えがおすすめだそうです。ある程度土が入ったら菜箸とかで根っこを傷つけないように揺すってあげると土が奥まで入ります。カリブラコアはペチュニアと違って葉っぱがベタベタしてなかったり、ペチュニアよりは虫がつきやすかったりするそうです。この後ね、オルトラン DX も株元に巻いておきました。カリブラコアは原色系が多いイメージだったんですけど、このラムレーズンのカラーはとても大人っぽくて気に入っています。すごく生育旺盛で大きくなるので、一旦この鉢で管理していって、大きくなったら鉢増しでどんどん大きくしていけたらなと思います。サントリーフラワーズさんのサフィニアフリルホワイトを植え付けていきます。こちらもお花の時期は4月から10月で、草丈は20から25センチぐらいになるそうです。置き場所はカリブラコアと同じで半日以上直射日光が当たる屋外だそうです。うちは南東向きのテラスなので、夏は直射日光がすごいんですよね。なので去年も夏越しできず枯れてしまったお花もあるので、ラベルを見て夏に強いお花を購入しています。植え付けの前にピンチを行っていきます。ピンチした枝はもったいないので挿し穂で増やしていきたいと思います。成長が旺盛な時期にピンチをしておくと、お花が咲くのは少し遅れますが茎の数が増えてお花の数も増えます。こんもりと茂って全体的にまとまった株が出来上がります。桃色ハートでやった摘心と刺し目の動画もありますので、まだの方は見ていただけると嬉しいです。
植え付けが終わったらたっぷりとお水をあげて 2,3 日は半日陰で管理していきたいと思います。いかがでしたでしょうか。今回はカリブラコアとペチュニアの植え付け作業をやっていきました。このチャンネルではガーデニングに関する情報や3畳のテラスでやっているガーデニングの様子を発信しています。この動画が参考になった方はチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。次の動画をいち早くお知らせできるベルのマークも忘れずによろしくお願いします。